家庭小説は、主として、明治大正期の新聞に連載された、女性向け通俗小説の故障。また、主に欧米において19世紀後半に現れた、新しいタイプの小説で、少女を主人公とし、家庭内の人間関係と周囲との関わりの中で、社会に目覚めていく様を物語るもので、代表的な作品におること、若草物語、モンゴメリ、赤毛のアン、ワイルダー、 大きな森の小さな家などがある。明治20年以後、近代的な小説の文体が完成すると、各新聞が家庭小説を掲載するようになる。それ以前の通俗小説は、政治小説、バチビン小説などがあったが、家庭小説は、主として女を主人公とし、その不幸な境外を描き、読者の同情を涙をそそるものであった。最も人気を博したのは、 明治30年代の徳富呂家の婦女記と小崎紅葉の金色野舎で、これらは後審判のレパートリーとして定着する。その源流は、米国の大ムノベルと呼ばれる女性向け通俗小説であるとされ、金色野舎については、そのアイボンはバーサクレーの女より弱きものであると、堀稽古によって確定されている。家庭小説の王者とされたのは、菊池雄宝で、 大正末期まで活躍し、斧が罪をはじめとして、多くのヒット作を出した。作家は多く新聞社に、専属の形をとり、朝日新聞に、中来東水、村井賢斎、武田行天使、原法一案、草村北星、読売新聞に紅葉とその文化の小栗風陽、泉京化徳田修正などがより、大阪毎日新聞、東京日日新聞には、UFO、 田口菊亭、それ以外に、渡辺家亭、柳川俊陽、恵美水院、村井玄斎などがあった。小杉天外の、真風濃い風、風陽の青春なども、この一種である。大正後期まで、新聞小説は外して家庭小説と講談の即記の二本立てだったが、後者は、中里海山、直三十五などの時代小説にとって変わられ、これらは、 最終小説と呼ばれた。家庭小説の名称は、家庭で読むにふさわしいという意味が原理だが、実際には恋愛、不定、セックスなどが描かれることがあり、女学校では読むことを禁止されることもあった。一般的な文学史では目殺されることが多いが、樋口一葉などもこうした提携を踏まえて書いており、夏目漱石も朝日新聞入社第一作、首人僧は、 家庭小説であり、伊藤幸夫、野木区の墓もそうである。初期空イズムとされる天外の初姿などもこの一種であり、双葉亭氏名が朝日新聞に連載したその面影も家庭小説の一種である。漱石の推薦で朝日新聞に連載した大塚直子の小説なども家庭小説である。春陽のなさぬ中、家庭の渦巻きなど大正期にもなお、 ヒット作を出しており、菊池博士、新庄夫人のような新しい家庭小説が現れるが、これらは、通俗小説という別称をもって偶された。大正期には、長田美紀彦久米正ま中村村を、加藤武夫、三上お吉が、新しい通俗小説の書き手として台頭し、また連載の場としても、主婦の友、婦人クラブなどの婦人雑誌が現れた。 大正末期に書かれた、野上や良い子の、まち子なども、家庭小説として、通俗もの扱いを受けている。家庭小説は、前田愛良によって研究されたが、依然として、本格的な研究はなされていない。その流れは、昭和に入り、生活が近代化する中で、中野実のる、佐々木国らのユーモア小説、石坂洋次郎らの恋愛小説などにとって変わられる。アメリカにおいては、 エリザベス・ウェザレルの広い広い世界が少女を主人公にした少女小説の先駆とされ、それを家庭小説として進化させたのがオルコットの若草物語で、その後スーザン・クーリッチの素敵なケーティやカナダのモンゴメリの赤毛のアンなどでジャンルとして確定されていく。イギリスでは伝統的な教訓物語から派生したものとしてメアリー・エムシャー・ウッドの フェアチャイルド化物語三部作や、シャーロット・ヤングのひなぎくの首飾りがその端緒となる作品である。日本では、1980年代中頃より、コバルト文庫作家を中心とした少女小説ブームが起こる。しかし、代表作家の一人であった、氷室ロ子は、ブーム以降は少女小説とは距離を置くようになり、1990年に、角川書店に、 家庭小説の復刊について企画を持ち込みガイドブックであるマイディア死害なる物語を出版角川文庫マイディアストーリーとして二十数冊の翻訳家庭小説を復刊させる氷室ロサエのマイディアで名前が取り上げられている翻訳家庭小説には以下のようなものがあるありがとうございます